岸優太タのドラマバラエティ出演間近ナンバーアイメンバーがドラマ主演続々、地面主演作に隠された日は、岸優太タの演技に監督絶賛の衝撃コメント、エンターテインメントシーンに新たな波が押し寄せています。岸優太タをはじめとするナンバーアイメンバーがドラマやバラエティ番組に出演する情報が浮上中、さらにメンバー全員がドラマ主演に抜擢された驚きのニュースに、ファンやエンターテン とコミュニティ全体が驚嘆の声を上げています特に注目すべきは、ドラマ、ジンメンが第97回キネマ旬報ベスト10で1位を獲得し、岸優太タの才能が一挙に明らかになったこと。岸優太タの魅力がどんな形で表現されるのか、ファンたちは今からワクワクしています。映画監督のルト・トウイチロー氏も、キネマ旬報の授賞式で登壇し、主演を務めた地面の成功に感謝の言葉を述べました。 彼は地面の成長を手を離れてお客様に育てていただくものと表現し、ファンや視聴者への感謝の気持ちを伝えました。この一言一言から、エンターテインメント業界の裏側に光が差し込むような感動を受けることができました。また、岸優太さんの演技に対するルト監督のコメントも興味深いものでした。岸優太さんの天然なリアクションが作品に新しい魅力を加え、撮影現場での工夫やドキュメンタリーの取り組みが 作品に深みを与えていることが伺えます。これにより、ファンは作品を新たな視点で楽しむことができそうです。一方で、平野紫仕様はサントリーの CM で大々的に活躍中。水ブランドのリニューアルや広告キャンペーンにおいて、平野さんの存在感が際立っています。サントリーが彼を CM に起用した背景には、平野さんの豊かな影響力と表現力が高く評価されていることが伺えます。 また、デジタルハリウッド大学の CM キャラクターにも抜擢され、幅広い活動が期待されています。これらのエンターテインメントニュースにより、ナンバー、アイメンバーたちが新たなフィールドでの成功に向けて着実に歩みを進めていることがわかります。メディアやファンからの期待が高まり、各メンバーが個々の才能を発揮していく姿勢に、コミュニティ全体が注目しています。 エンターテインメントの舞台裏には、努力と感謝の心が溢れ、多様性と豊かさが育まれています。ファンとしては、これからの展開に期待を寄せると同時に、メンバーたちの成功を心から祝福しています。最後に、読者の皆さんにもこの興奮を共有していただきたく、どんな形でもコメントやサポートをお待ししています。ナンバー、アイメンバーたちの応援の声が、彼らにさらなる力となることでしょう。エンターテインメントの未来に向けて、 共に楽しみ、成長していきましょう。